センチと予想されています。こちらは明日山形市で開かれる新春恒例の初市で、たちまち完売するほどの人気を誇る干支の焼き物です。一昨年の猿、そして去年の鳥の作品、そして犬年の今年は一体どんな焼き物が完成したのでしょうか。今日の窯出し作業を取材しました。白鷹町の山あいにある工房です。今日午前、窯で焼き上がった作品との対面の瞬間です。まあまあ、まあまあじゃないですか。こんな感じ。うん、結構焼けてんな。顔の感じも色の感じも違うし。白鷹町の伝統工芸、三山焼を受け継ぐ金田俊之さん。窯から取り出しているのは今年の干支、犬の焼き物です。金田さんが干支の焼き物を作り始めたのは2001年から、現在2巡目です。一昨年は猿、そして去年は鳥の焼き物を作りました。山形市で開かれる初市で毎年作品を販売し、たちまち売り切れとなるほどの人気を誇ります。この鼻の部分の口の部分、結構本当の飼われている犬だって結局顔を寄せてくるじゃないですか、犬が。その感じを見せてて、でこの辺がなんかこう飼い主を待ってる姿だったり、食べ物餌が来るのを待ってるような、見えません、そんな感じ。金田さんの作品は一体一体の表情や色合いが全て違うところが特徴です。玄関先でも どこでもいいんだけど、もいでもらって、時々眺めた時にこのワンコがいて、ちょっとクスッと風に和んでもらえればいいかなって思います。しかし金田さん、取り出した作品の中には納得がいかないものもありました。ちょっと今出してみて、ちょっと黒いというか焼きが、色悪い感じするんで、これが時間ないですけど、もう一回焼き直します。明日の朝まで間に合うように。見たくないですね、やっぱり。できるものはやっぱり納得いって、お客さんが喜んでもらえるものでないとダメでしょう。な顔立ちで集めたくなる気持ちが分かりますね。明日の初市では、山形市十日町の山形中央郵便局前で10時から販売開始だということです。なお金田さんの干支の作品は初市以外でも注文販売が行われているということです。では次です。